はい、サンスポーウィークリーチェックのコーナーです。はい、サンケイスポーツ森田です。柴田です。よろしくお願いします。サンスポーショーですね。そうですね、フローラーステークス、はい、チャーハイなんでね、なんとか当てないといけないレースなんですけれども、はい、ピオトル戦のレブギーが行われました。はい、まあ、賞金を足りてる馬っていうのはちょっと少なめなんで、まあ、まずはあの出走賞金足りてる方からなんですけれども、マジックタイムはどうでしたか。マジックタイムはね、はい、まあ、場合に前にちょっと後藤ジョッキー振り落としたりとかっていうところがあったんですけど、はい、まあ、調教の時はねしっかり折り合いもついてまして、まあ、合わせ馬でもしっかり先着誘導した馬を外からかわして先着する感じで、はい、まあ、5ハロン67秒1、うん、3ハロン37秒8の12秒8を馬なりで出してますんで、はい、すごく状態良さそうですね。なるほど、なるほど。あとはマイネグレビル、こちらはね、はい、昨年の札幌ジャイステークスでレッドリベールの、ね、はい、ジャックになったものなんですけど、はい、こちらはね、販路で追い切りました。はい、まあ、販路はちょっとね、最近日本の販路は時計かかってまして、はい、全体で1秒から2秒ぐらいね、少し余計にかかってる感じのタフな馬場なんで、まあ、タイムはですね、4ハロン54秒9、姉妹一馬が13秒2というところだったんですけども、ね、まあ、時計は若干かかり目ですけど、動き自体はね、スムーズだったんで、まあ、仕上がり自体はいいんじゃないかと思います。はい、マイネオーラムも同じく判断を得まして、こちらは55秒0の13秒0と、はい、まあ、こちらもね、まあ、学びだったんで、まあ、この判断等は時計はそう目立ちはしませんけど、とてもいい試合ありそうですね。はい、そうですね。あとはまあ西の赤月、はい、まあ、勝浦ジョッキー乗って、はい、ウッドで5ハロンが69秒8、3ハロンが40秒5の13秒1でね、まあ、一応編入だったんですけど、ちょっと3ハロン40秒かかっちゃったのが、まあ、ウッドの方もちょっと時計かかってたんで、まあ、仕方ないかもしれないですけど、まあ、40秒は切ってほしかったなっていうのが正直なところだったんでね、まあ、動き自体は悪くなかったんですけど、ちょっと時計的にはもうちょっと出てもよかったかなっていう気がしますね。はい、あとはまあ、ね、ちょっと抽選対象なんですけれども、はい、その中で特にちょっと目立った馬当たりが、ね、プレミアステータスが、はい、まあ、意欲的というか、うん、3頭合わせでハンドでやったんですけど、まあ、しかも真ん中に入ってという感じで、はい、まあ、時計は4ハロン54秒4の、姉妹が12秒8、まあ、ゴール前を追われてしっかり反応してましたし、外に合わせたジャングルハエテは10オープンの方ですか、はい、それに突き放しましたんで、最後はなかなか動きが良かったです。重傷でも、まあね、構想してるまで、ね、あと先週もしっかり乗ってるんで、はい、まあ、少し間空いてるんですけども、はい、仕上がりに関しては問題ないのかなというふうに、これはちょっと確かにアートとして面白いですね。はい、あと他は何か、あとはですね、はい、まあ、ヘイジームーン、はい、これも、はい、ウッドで、68秒7のラストが39秒1の12秒7で、まあ、しまいやっぱね13秒切ってくると、うん、なかなかいいですね、今のタフなのか。あとはそうですね、ムードスイングスが今日はダートコースだったんですけども、はい、まあ、66秒8の38秒4、12秒9、まあ、まあしっかり姉妹も反応していたんで、これもなかなか良かったですね。はい、まあ、ちょっとね、一生たちも面白い馬いそうな感じはしますね、今回のレースはね。結構ね、ちょっと除外されるかどうかでまた変わってくると思うんですけど、どれが入るかでまた展開とかも変わりそうなんでね。そうですね、はい、はい、分かりました。あとはマイナーズカップのではですね、サンカルロがウッドチップコースの方で切りまして、はい、6ハロン77秒3、もうほとんど、おそらく一番時だと思うんですけども、はい、まあね、さすがという反応をしてましたんで、はい、まあ、元気いっぱい、ただ、はい、今回ね、マイルなんでどこまでという部分あるんですけど、優待にしたとうまく足を生かせればといったところですかね。はい、はい、まあ、今日はこのところで以上です。はい、よろしくお願いします。はい、